土ウィッチってほとんどが生存したんですよ。まあ、言うて切れたのが、プサン落ちたのが、ドワーフアルケミストとルーンの貫きぐらい。まあ、ルーンの貫きは正直痛いかなって思うんですけど、まあ、ドワーフアルケミストはあれで、やっぱ優秀だったんですけども、まあ、一応、この十面の魔術師っていうカードが、まあ、同じニコス22で土の魔変を1枚加えるっていう、光線陣ね、成功が。まあ、一応大体できるのかなと。で、ちょっと今回変異の雷撃切ってて、オズダイ召喚とか、あとこのサモンサークルっていう新カード、これファングアレガーニャンゴーレム出すと、ラストダンゴーレム一台出すって、今の環境は AOE がやっぱなくなったことによって横並びがすごい強い展開かな。強い展開とか強い環境なのかと思ってて、で、ゴーレムアサルトとか。というか土を消費して、ゴーレムとかを横並びさせまくって、盤面を取っていって、かつ土をちょっと今回作ってみました。なんでちょっと今回これで潜っていこうと思います。はい、マッチングしました。ドラゴン来た、ドラゴン。今なんか何戦かも多分10戦近く潜ってるんですけど、結構いろんなクラスがバッコしてますね。これちょっと全部返します。お、いいね。青ズも引けてる。幻惑、なんか 3PP、ザモンサークルで盤面を作る。で、幻惑からのサモンサークルって何が強いかって言ったら、幻惑でサモンサークル剥がして、02の守護が出るんで、あ、これ強いわ。ただやっぱり天球のなんとかとかっていうなんかヘルス位置を証明させるやつ、あれは、あ、これあるリンドブルーム確定っす。ドラゴン卵はもうほぼほぼリンドブルームだわ。これは静寂の実験室から入ってリンドブルームとかいうしょうもないのが出てくる前に盤面作って、でバハムートもないんで今ドラゴンは、まああってなんかクルエルドレイクでしょ。なのでここは幻惑の吉寿司。次サモンサークルでもいいかもな。ブレブレ、飲み手かこれは。ブレブレ、なるほど。うん。なんかすごい勢いで PP ブーストしてるな。あとすごい勢いです。フォロワー以外のカードプレイしてるんで、リンドブルーム持ってたらもうやばいっすね、これ。まあ、土ねえ時に天輪出すの弱かったんで、今まで。このサモンサークルというカード、そこを穴埋めするっていう意味でも、めちゃめちゃ優秀な。まあカードなんちゃうかなっていう。うわ、相手すごいね。PP ブーストがすごい。だって、たくせんもう3枚使っとるからな。OK。天人これどこに打とう？盤面でいっか。しっかりと盤面に打ってこう、ちょ、43進化するわ。あとはもうドラゴンからはサラマンダーブレスはもう飛んでこないっていうのは、頭に入れておいて損はないかなと。これ下手したらリンドブルーもう起動するんじゃ、だって。ザモナー。いや、このジャンクコレム、大釜の隆起おんのか。出た、まどろみ。これラストワードでドラゴン卵でしょ。こいつ、リンドブルも使ってくださいと言わんばかりにできたカードやんな。オッケー。うん。ちょっとこれもう。全部もう展開して、いや、バハムートザラバンが飛んでこない安心感やばいな。
大釜の隆起からね、土が1枚ゲットできていく。まあ盤面は抑えるわな。でもこのドラゴンの卵も地味になんかうざいっすよね。見破られましたか。うわ、潜伏来たぞ、おい、潜伏。人間みたいだろ。いや、もうこれ顔詰めていいわ。よし。バハムートいなくなったらこいつら潜伏取れねえんじゃねえの。でもドラゴンの卵をこれラストワードで持ってくんのつ、あれ、うわ、峡谷来た。やばい、あ、やばいやばいやばい。あ、やばいな。あ、これ、ちょっとやばいかもしんない。多分もうこれ、規定回数はクリアしてるっぽい。ので、ちょっと、これ。スペル2枚引くと信じて、ちょっとオズ行くか。引かんかったらもう大魔女出すわ。スペル2枚引け。スペルが2枚引けねえんだよな。あー、スペル消えちまう前にちょっと出すか、じゃあこれ。あー、なるほど。人間みたいだろ。うわ、ちょっとこれリンドブルム来るかもしれない。リンドブルム来るかもしれないぞこれ。でもこれ俺3点でしょ。出てもリやばいやばいやばい。てかドラゴンの卵の回復がちょっと、あ、ストームレイジとかいうカード引いていく。え、これリンドブルーム来たらマジ終わんじゃないの俺。いや、でもまだ守護がいるから平気か。ストームレイジじゃ処理できないので、誰も。あ、大召喚引いた。ここでも一旦サモンサークルからのこうだな。そうだけど、これまだリンドボルムじゃ死なないですからね。言うて出てきてもおかしくないけど。リンドボルムかも、まあでも全然潜伏はどうしようもないっつって、もうリンドボルムは顔いってこう、あ、来た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 。あ、違うわ。あ、これしかも清流の方だ。あ、やばい、5回復すんのかこれ。うわちょっと待って、お前それ強すぎる。うわ、チョイスの強いところがっつり出てんな相手。しっかりとチョイスの強み生かしてきてんじゃねえよお前。あ、でもちょっと待って、これ連鎖する雷。ストームレイジが何点なのこれ3。ちょっと一旦せ、多分このターン俺勝てないから、このターン俺勝てないんで、まず、ストームレイジをこれ誰かに打った方がいいよな。
誰かにで誰に撃つんだ。重銃はこれしょれないっすね。なんでこのストームレイジを、こいつ撃つか。引きずり込むわ。で連鎖する、雷、大召喚、ここで盤面で、ゴーレムアサルト、やべえやべえ、なんか変なことし、変なことになった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 けど、あーでもそうか、リンドブルムってこいつ、うわ強い、え、清流リンドブルム、これお前そっちかよー。5回復とかおかしいだろお前、なんかデッキ入れて死なねえかな。いや重重はやばくない、だって重重は、うわ今のターン絶対もっといいムーブあったよな。やばい、殺流拳いかれる、これ大釜、これリンドブルム顔にくんじゃね。サモナリンドブルもでも盤面か、さすがに。まあそら盤面取るよな、盤面取ってりゃ勝てるもんなお前。やばくない、この頃は、いやおかしい、待っておかしいんだけど、やってることが。俺負けじゃねえこれ。俺の名はレビー、覚えておけ。おっとっと、いや普通に負けるんだけど。お前次リンドブルムのお前白と黒共演とかやめろよマジで。うわっ、うわめちゃくちゃだこのフォロワー。いやちょっとおかしい、おかしい、いやおかしいって、お前、てか、ドラゴンの卵出すやつ、あれなんなの？ゴキブリやん、こんなん。いや、あれ狂っとるわ。マッチングしました。ヴァンパイア来ましたね。まあ、バンプとかいうクラスには、特にこのなんか横並び、ウィッチ強いと思うんだけどなぁ。テンポロスしない、その要は土の展開。ああ、出た。もう絶対これもう、お前アグロバンブじゃん。何がギルディ・ブラッド・メイデンじゃん、ほんとに。まぁ、ちょっと名前好き。名前かっこいいんだよな、こいつ。うわ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 、しっかりとお前、うわゴーレマサルト、よろしくね。そうっすね、これ土もう一枚なんかフォロワー出した方が多分いいんで、あーでも引けないんだよな。ああ、こいつやべえやつだ。これやばい、これやばいよ。これちょ、せめて 2PP なんか引かないと。いや。引き倒されそう。あ、やばい。
まずいなこれ。これで決めるわ。なんだ今のバンプってこういうのばっかなのか。なんで俺を。うわ決闘の女王やばいな。あれ？これしかもリーサル？まさかの。ダメ。見せて差し上げます。狼なんて来ねえのにな。あと一点ってお前マジで。マジで言ってんのかこいつ。いやこの天才魔法使いエルザが何とかしてくれんじゃないか。この天才魔法使いエルザがこの進化剣使いで守護を、ガッポリと出してくれて、これでなんとか顔にいけないような感じになるんじゃないかこれ。は？え、なんでもう左のなんかメニュー消えてんの？あ、そうか、こいつ2ダメージだ。